皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマはですね、最高の営業手法というテーマでお届けいたします。先日ですね、 Facebook で、九州の零細企業専門コンサルタントの茅野勝美さんという、ね、方がいるんですけども、その方の、投稿を見てたらですね、ある新聞勧誘青年のですね、話が書いてあったんですね。まあ、その新聞勧誘の青年はですね、日本一になったそうです。で、新聞勧誘というのは非常にですね、これ難しいんですね。私も実は19歳の時ですね、新聞配達を東京の世田谷区でやっていました。年に何回か、私は配達やってるだけだったんですが、その拡張って言ってですね、やっぱ新聞の勧誘をしてきなさいというね、そういう指令が出るわけです。まあ、キャンペーンってやつでしょうかね。そうすると、まあ手当たり次第にですね、アパートとかね、マンションで行ってですね、コンコンですよね、いわゆる飛び込み営業をやるわけです。しかしですね、まあ皆さんお分かりだと思うんですけども、いきなりですね、飛び込む営業をやって、こんにちは、毎日新聞ですけど、とかって言ってね、元気よく行くんですけども、まあちょっとだけこう、戸を開けるか、まあドアを開けないでですね、何のご用でしょうか、とかって言われますと、新聞をですね、実は取ってほしいんですけど、と言うんですけども、あ、いらないよって、もうそれだけなんですね、ほとんどが。もうそのパターンです、99% 以上は。なので、もうドアが開くこと自体がちょっと珍しいんですね。どちらかというと新聞の勧誘は皆さんに嫌われてたという感じでした。まあ、そんなですね、新聞配達のね、勧誘の日本一になった青年の話をね、この前読んだばっかりなんですね。まあ、そんな話を聞いたばかりでですね、実は私の周りにですね、その日本一の新聞勧誘の青年とですね、同じことをやってる人がいたっていうことがね、もう私にとってね、衝撃だったんです、この前。まあまあ、そのね、人は女性だったんですけども、実はちっちゃい時からよくやってるということなんですね。じゃあ、どんなことをやってるかっていうとですね、これ挨拶なんですね、挨拶。それで、その彼女が言うにはですね、出勤するときも時間がかかるんだと。それはどうしてかっていうと、まあ、とにかく挨拶、いろんな人に挨拶をね、出勤途中で挨拶をするので、それに時間が、手間取ってしまうんだっていうことを言ったんですけども、まあ非常に明るい、女性の方なんですけども、やっぱりこう人を見るとですね、こんにちはとかね、おはようございますとか言って、まあそこでまたね、顔なじみならば立ち話をしてもらう、してしまうとかね、まあそういうことあると思うんですね。で、皆さんどうかわかんないですけど、コンビニに行って、そのレジにですね、商品持って行って、その時に、まあこんにちはとね、こっちの方から言うとかね、おはようございますとかね、あとお釣りをもらってありがとうございますとかって、やっぱりこう、挨拶をね、すると気持ちいいなということなんですが、まあだけどお客さんの方で挨拶をしている人はなかなかいないと思います。で、以前ね、同じ茅野さんから聞いたんですけども、やずやの会長という方がいらっしゃいましてね、まあ女性の方ですけども、なんかファミレスかなんか行ってたらしいんですね、その茅野さんと一緒に。で、スタッフのね、ホールの方がこう、メニューをね、出来たてのこう持ってきました。そしたら、そのやずやの会長の方が、ありがとうって、まあ、ごくごく自然に言ったらしいんですね。まあ、なかなかけどそこでありがとうって言える人も少ないんではないかなと私は思ったんですけどね。で、はたまたですね、この前、ある方のブログを見ていたら、まあ、よくですね、繁華街で店を出してる人はわかると思うんですけども、チラシとかね、こう配ったりしますよ、手配りでね。それで、ね、まあ、そういうのもなかなか取ってもらうのも、これ難しいんですけどね、チラシをね。で、それよりもですね、店の前でチラシ配りをやってるよりも、その歩いてる人におはようございますとね、こんにちはとか、いってらっしゃいとかね、なんか挨拶をしてた方がですね、効果的で好感が持てるんじゃないかみたいな話を書いてたんですね。で、私もですね、実はそんな気はしてるんです。その先ほどの新聞配達の青年も実はいろんな人に挨拶をしてる。で、先ほど紹介した女性の方ももう挨拶をしてる。で、今の話もそうなんですけどね。とにかく、なんか、営業とかっていうの
まあ、どこから来るかっていうね、ことなんですけど、営業っていうか、まあ、人が物を買うときって、知らない人よりも知ってる人から買いたいわけですよね。で、知ってるんだったら、好感持ってる人から買いたい、好きな人から買いたいっていうのは当然なんですよね。じゃあ、そのためにどうするかっていうと、まあ、なんか挨拶をとにかくね、いろんな人にする。そしたら、あ、なんかいつもこことっとここ、なんか挨拶してくれるんだよね、このね、スタッフの人がね、とか言って、結構気持ちいいよね、なんてね。そんなことになると思うんですね。顔も覚えてもらえるし。で、ね、そんな、ことを何回かやられるとね、なんか、あ、そうかそうか、今日なんかソフトクリーム売ってんのか、みたいなね。あ、いつもなんか挨拶してくれるから買っちゃおう、みたいなね。なんかそういうこともあるんだと思うんですね。まあ、これは、ソフトクリームとか飲食だけの話ではなくても、当然住宅とかね、車とか、高額商品の間だったらもっとあるんではないかなと思ってしまいます。ということで、今日はですね、最強のですね、営業手法ということでですね、挨拶の話をちょっとしてみました。営業手法、直接の営業手法ではないですけど、結果的に、ものすごい武器になるんではないかなと。私は、こういうね、やり方、すごく好きなので、で、紹介してみました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。この辺にですね、飽きないはカドカドチャンネルの登録のなんかバナーが出てると思いますので、そこをクリックしてですね、ぜひぜひ登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。